長吉吉倉は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将、長連流の嫡男、長い第22代当主、弟に長連来妻は高毛人福、能登福水城主、なお、吉倉という名は、父の連流も、署名で名乗っていた。天正10年、長連流の嫡男として誕生する。陽名は熊松、慶長3年に、 前田敏家から、娘の服をとつがせる旨を受け、入与、婚礼を整える。慶長5年8月3日、前田敏長の大正寺工場に19歳で偉人を飾り、父連流と共に出馬する。慶長11年、連流が老年を理由に隠居したため、吉津らが24歳で家督を相続する。慶長十二年の寸布城武神の際、利長の名城として、 駿府へ赴き、御用を務めた。慶長15年に、尾張名古屋城武神の御用を任されるが、自身は病気のため辞退した。慶長16年9月16日、父に先立って死去し、達る浜の東霊寺に埋葬された。去年30。方号は、南誘院。子はなく、弟に、連来がいたが、家督は、父の連流が復帰して継いだ。また、 未亡人となった服は後に、中川光忠と再婚した。ありがとうございます。